この先に待つのは宗神の八門金鎖の陣。ただ進めば殺されに行くようなものでしょう。そなたは？なあ、俺は徐玄直、ただの通りすがりですよ。なんだ、怪しい野郎だぜ。怪しいか、確かに。でもあなたに足りないものは教えられますよ、劉備殿。お主、この状況で兄者として近づくか。徐玄直と言ったか。私に足りぬものとは知略、つまりは策を操り戦の大局を描く軍師。ふん、お主、己が知略を売り込みに来たものか。ああ、いや、そういうわけでは。そういえば、小耳に挟んだことがある。この地には牙領と称される賢人がおられると。そなたがその牙領か。いや、そうでもなくて。もったいつけないでくれ。今の私にはそなたの言う通り軍師が必要なのだ。牙領に会いたいんですか。ああ、ぜひとも。ではここは俺に従ってください。この陣を破り、あなたを牙領のもとへお連れしましょう。軍師か何か知らねえが、調子に乗るなよ。俺はおめえになんざ頼るつもりはねえ。戦なんざ難しいこっちゃねえ。目の前の敵をぶっ飛ばしゃそれでいいんだ。軍師がいれば早々に翻弄されずに済む。ぜひとも牙領にお会いしなければ。拙者も多少の軍学は知っている。しかし我が本分はやはり武にある。確かに今の兄者には軍師が必要でござろうな。拙者の部、父上にはまだ遠く及びません。ですが拙者も全力を尽くし戦います。八門金鎖は堅固にして変幻の陣という。だがあなたはその陣を知っているのだな。なあ、あの陣については俺に任せてほしい。ならばいざ劉備殿の道、我らの武と地で切り開かん。牙領のいる山は戦をしている限り開かない。まずは敵の八門金鎖の陣を破ります。橋を渡り向こう岸へ行きます。まずは橋の手前の拠点を取りましょう。劉備殿と俺は西へ、アーヌ殿は東をお願いします。ガリオとはどのような人物なのか。それに、なぜお前は私に協力してくれる。いや、まあ、いろいろあります。とりあえず、俺に強い。ここで悪いね。その調子だぜ。ここでな。八門金鎖の陣は変幻自在の陣形。大将を間違えれば
そこにあるのは死です。まずは正門と呼ばれる門から入りましょう。南東の門旧正正東正死教海あの陣を破る。この8つの門を使います。劉備は陣に入る。今鍛え上げてくれ。あの移動は俺たちを誘うわ。このまま近寄っては敵の思うつぼです。北へ行くには迂回する必要があります。南から西へと進んでいく。審査の陣は破りました。曹操軍がいなくなった三門も死ぬ。劉玄噂通りの御城だ。あの人こそ天下を治めるにふさわしい。あの人に誘い逃げちゃダメ。我領諸葛亮の力でなくて。